事を辞めた時、失業した時にもらえるいわゆる失業手当の取り扱いが今年2020年の10月1日からその取り扱いが少し変わります。雇用保険に入ってて、ある程度例えば1年とか普通に働いていたら、それ以降その仕事を辞めた時にいわゆる失業手当っていうのが出るんですけど、現時点では自己都合でその仕事を辞めた場合は失業手当がもらえるまで3ヶ月間間が空いてたんですけど、それが今年2020年の10月1日以降に自己都合で辞めた人に対しては2ヶ月で失業手当がもらえるようになります。ただしその2ヶ月でもらえるのは原則2回までで、3回目以降の自己都合退職に関しては過去5年間にもしも2回自己都合で仕事を辞めていたら2ヶ月じゃなくて3ヶ月間失業手当がもらえるまで3ヶ月間間が空くことになります。まあ、仕事を辞めるタイミングって人それぞれだと思うんですけど、例えば9月に仕事を辞めようかなとか、まして9月の半ばとか下旬に辞めようかなっていうことなのであれば、まあ、10月に入ってから、まあ、事情が許されるのであれば10月に入ってから自己都合で辞める方が失業手当が1ヶ月早くもらえるので、まあ、損か得かっていう話でもないんですけど、そのあたりよく考えて仕事を辞めるタイミングを決めていただけたらいいんじゃないかなというふうに、思います。